嫌いです。嫌い。あ、上手上手上手。そう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 、人参をあのピーラーで剥くっていう体験は、人参に対して苦手意識を持ってるお子さんでもやっぱりあの自分で調理したから頑張って食べてみようとか、あの苦手だったけどあの食べてみるとすごく美味しく感じるみたいなところもあの期待できますので、ちょっとやっぱり野菜だけで炒めるといきなりだと食べにくいっていうことがあるので、旨味成分を持ってる、まあ、お肉とかお魚とか足してあげると、結構最初かさばってる人参も炒めてるうちにしんなりして食べやすくなります。調味料なんですけど、割と早めの段階から入れてあげて、好みの方はここでカレー粉とかほんのりちょっと入れてあげると、あのカレーソテーみたいな感じで、人参とやっぱり風味もよく合いますので、おすすめです。コーンを入れると、まあ、甘みも入りますし色合いも良くなって、